テオス襲来の混乱から数年、オリジンはさらなる混迷の時を迎えていた。デミウルゴスの呼び声から起こった天使の一斉起動、神明事変、水底深く冥界の万人、アラドゥスの怒り、大解消。その最中、滅び去った国は数知れず、生まれる無念は幾清掃。その嘆きか、またまた呪いか、オリジンの海を行く者たちを暗く深い水底へと誘う甘美な歌声が響くという。歌声は愛をささやき、そして聞く者の愛をかきたてる。そう、何もかもを捨てて狂ったように歌声の主のもとへと身を投じるほど。その歌声とともに現れる潜水艦ノーチラス号とネモ船長、暗き海の底を舞台に今思いが交錯する。異界戦記カオスやセカンドチャプター、海底の花よ。人よ、ベールのごとき歌声の神秘を暴け。